メガネ、眼鏡や、コンタクトレンズの違和感がすごく気になりまして、それで、レーシックにすごく大変興味を持ちまして、今回受けることになりました。期間的には、大体2年ぐらい検討していました。他の、委員さんにもいろいろとレーシックの、やり方やお値段を聞きまして、それでこちらの方に決めました。タイと比べて、価格も大変リーズナブルで、そして一度私の方で検査をした時に、すごく検査の方が丁寧な検査と、私も不安がありましたので、いろいろとお尋ねしたところ、感染症だったりそういった不安がすごくたくさんあっているとか、そういった不安を取り除いてくれるような対応をしてくれましたので、こちらのレーシック医師に決めました。最初はすごく痛みや、どういった手術をするかというすごく心配はありまして、お部屋も移動しますので、その時に一度どういったことをしているのかということも分からなかったので、一度こちらのお部屋にと誘導された時に、白く霧がかかったような状態で、とても不安な気持ちはございました。それとあとは先生にもお任せするしかないと、そして失敗をしないように、失敗というかきちんと目を開けていなければいけないという時にはきちんと目を開けて、確かにすごく不安な気持ちはありましたが、最終的に無事終わりまして、安心して、先生のお言葉や、その時に順調にいってますというお言葉がすごく信頼感と安心感と、先生との気持ちに安心できました。レーシックを受けて、やはり朝起きた時に、すぐに眼鏡をしなくて済むというか、そういった珍しさと、そして景色がすごく今までも曇って全然見えなかった景色がすごく綺麗に見えるようになりました。そして、子供を学校に送り迎えをしたりだとか、そういった時にも車のこう、安全確認というのもすごくクリアなので、やはり子供にも先生の特に黒板もよく見えますし、そういった眼鏡をかけて、そういった疲れだとかもやはり目の、できてしまうんですし、そういったことも取り除けました。そしてやはりお風呂なんかもすごくこう、温泉なんかに行かれても、今までは何色だとかもうやはりこう湯気とか立っていて、すごく視界というかが妨げられて、どこに何があるか、足元もやはり石がこうありまして、あって、そういったところでもつまずいたりよくしましたけれども、そちらの方もつまずいたりすることもなく、安全に、そして、快適な、暮らしができるようになりました。ありがとうございます。